大谷翔平、野球の新たなるアイコンその魅力は選手としての素晴らしさだけでなく彼の契約にまつわるドラマチックな展開にもあるしかしそのドラマの一幕は一部のファンにとっては心の傷を残すものとなった昨年の冬大谷はカリフォルニアを拠点とするロサンゼルスドザースと契約を結んだこの契約は 10年間にわたり7億ドル約1108億円にも上るものでありメジャーリーグ史上でも類を見ないものだったしかしこの契約が発表された瞬間カナダのトロントでブーイングが巻き起こったなぜならトロントブルージェイズのファンたちは大谷が彼らのチームに加わるかもしれないという噂を信じていたからだその一部始終は 大谷がトロントへの移籍の可能性についての噂が流れたことに端を発している昨年の12月8日カナダに向かう飛行機に大谷が搭乗しているという報道があったしかしその後大谷がその飛行機には乗っておらずカリフォルニアの自宅にいたことが判明したこの誤報はトロントブフージェイズのファンにとっては大きな期待となり 大谷が自分たちのチームに加わることを信じるようになった。しかし、その期待は幻想に終わり、大谷は翌日にドジャースとの契約を発表した。この出来事はトロントのファンにとってはショックだった。彼らは大谷が彼らのチームに加わるという夢を掴んでいたが、その夢は一瞬で打ち砕かれたのだ。そして、さらに彼らの傷口に塩を塗るような出来事が起こった。 のの契約金ががが公表され、その額額史上最高額であることが明らかになったのだ。このニュースはトロントのファンたちにとってはますます複雑な感情を呼び起こした彼らは自分たちのチームが大谷を獲得できなかったことを悔やみながらも彼の成功を喜ぶこともできなかったそれでも大谷はトロントでの試合でホームランを放ちファンたちの前で力強いプレーを見せた。 彼はブーイングを受け入れ、それに対して淡々とした態度を示した。彼が自分の道を歩み始めた瞬間でもあった。大谷の物語はまだ終わっていない。彼は今も野球界で輝く続けており、その魅力はますます増している。彼のファンは世界中に広がっており、彼の成功を心から祝福する者も,も多い。しかし、 トロントのファンたちは彼を見送る際に少しの悲しみと彼の成功への羨望を感じているかもしれない。